西野圭吾さん1巡目、西野圭吾大大大好きおでんちゃん、 あれさっきもじゃん、おでんちゃん呼びありがとう、2部もありがとね、西野圭吾プレゼントありがとう、おでんちゃんです、どうも。次、アキ、アキ選抜おめでとう、これからたくさん聞きますになって、おお聞いてくれ、もうずっとずっと聞いてください、これからまあいっぱいこれから聞いてね、確か CD まだ届いてないからね、 CD 届いたらいっぱい聞いてください、アキありがとう。どうすればこれもらえるのって来た、もうねこれ受付終わっちゃったんですよ、インスタごめん、もっと告知すればよかった。では続いて AKB 本箱王子、 AKB 本箱王子、どうも前のお世話になっております、 AKB 大好き、おだり大好き、おじさんです今回もよろしくお願いします、ありがとうおじさん、AKB 本箱王子、これからも AKB のこと、そして私のこと、ぜひ好きでいてください。ありがとね、本箱王子。イェイ。いいおじさん。では続いて、ムラッペ。さっきも書いた。あさっては歌コンだね。前回はエリちゃん誕生日でサプライズが素敵すぎたから、未だに見て幸せな気持ちになる。あさってはどんな衣装かな、楽しみにしてます。サインもありがとう。武道館も楽しみにしてる。ありがとう。歌コンね。やばかったよね、あれで、あれでさ、近所の人に私が AKB ってバレた、そう、あの歌子のお祝いがすごすぎて、お母さんが近所の人に娘さんって AKB なんだねって言われたって、歌子を見たよって言われたって言われた、村ってありがとう、うん、では続いて、シンディ、では続いて、応援していましたって、シンディ、ありがとうシンディ、応援してね絶対シンディありがとう、これ早くシンディのところに届きますように、はい。では続いて、トムトム、あ、さっきぶりだ。続いて、おだいりさんのすごく面白いショールームが毎日の生きがいです、いつもありがとうだって、 ありがとうトムトム、もう面白いショールームできるように頑張るね、これからも、トムトムありがとう、大好きだって、私もありがとうトムトム。では続いて、あやか、あやか、2部もサインありがとう、稽古の時のゼロサム対応を未だに思い出しては、小田月のグータッチが唐突すぎて泣いてます、これからも小田月見える機会ありますように、小田月フォーエバーだって、嬉しい、ズッキー大好き、今日はズッキーソロイベントだよね、来たかったね、これからも小田月をよろしくね、ありがとう。じゃあ続いて、ゆうと、ゆうと、来週のガルアはめっちゃ楽しみ、ヒエリが揃うイベント、めちゃくちゃ感慨深くてエモくなってます、感慨深か、2人が揃ってるところもあと何回見れるのかなと考えると寂しくなるな、いつまでも2人を応援してるね、これからもずっとよろしくだって、おほよろしくね、でもガルアはヒーちゃんと多分絡みないと思う、合わないかも、全然違うとこだから、まあぜひガルアは楽しんでくださいね、ヒエリでね、また写真とか撮ったら SNS 載せるね、ありがとうゆうと、イエイ。では続いて、ケケマ、ケケマ、これからもたくさん僕たちを楽しませてね、いつもありがとうって、任せろり、楽しませるね、ケケマとかファンの方、ありがとうケケマ、イエイ。では続いて、いちごちゃん、いちごちゃん、あなたを見るたび全ての悩みが消えます、あなたの笑いは私の全身の原動力です、永遠にあなたを愛し応援します、頑張ってください、あなたの彼女いちごちゃん、ありがとういちごちゃんいつもありがとね、すごい、これからもよろしくね、いちごちゃん、ちょっと目がかゆいありがとう、すごい、あなたの笑いは私の全身の原動力、これからも原動力で入れるように頑張ります、いちごちゃん愛してる、ありがとう。
では続いて直樹。直樹、お代理新曲発売おめでとう。選抜メンバーでの活躍が増えて嬉しいです。武道館初日に参戦するので歌うまいメンバーで素敵な曲が聴けるといいな。楽しみしてますって。初日か、どんな瀬戸入りだったかな、ちょっと思い出せないけど、楽しくコンサート、楽しいコンサートになるように頑張ります。ありがとう直樹、楽しもうね。じゃあ続いて米川、シングル選抜おめでとうございます。ファイナルコンサートや波動、有楽町のソロコンサートなど頑張っていましたね。活躍がたくさん見えて嬉しいです。これからも健康に気をつけて頑張ってください。ありがとう、頑張る、健康に気をつけるね。米も健康に気をつけてください。ありがとうね、イエイ。じゃあ続いてホリケン、選抜入りおめでとう、退出します、ありがとう。選抜入りおめでとう。今作も選抜として歌番組やステージに立つ姿が見れて嬉しいです。今年の夏はエリちゃんのおかげで楽しい思いがたくさんできました。ここには限りきれません、わら。最高夏ありがとう、だって嬉しい。最高夏をこちらこそありがとう、嬉しい。秋もね、冬も楽しい季節にしたいと思います。ありがとうホリケン、ぜひ自分の番来たらね、オレやオレやってアピってください。ぜひ次、ジョイポン香港、ジョイポン香港、ありがとう。ジョイポン香港、ありがとう、コメントない、でもありがとう。香港に届くのかな、これが。待っててね、ジョイポイ、ありがとう、イエイ。では続いて、みずきちゃん、みずきちゃん、この夏たくさん会えて嬉しかった。これからも会いに行けるようにいろいろと頑張ります。えりちゃんは私の元気の源です。選抜おめでとう、大好きだって、ありがとう。私もたくさん会いに来れる機会作れるように頑張るね。ありがとうみずきちゃん、これからもよろしくね、ありがとう、イエイ。では続いて、ジャン、ジャン、選抜おめでとうございます。お代理サイトでまた開催お願いします、だって絶対しますそしたらぜひ足を運んでみてください。ありがとうジャン、ありがとうね、イエイ。続いてコルチェ、コルチェ、いつの日からか気づいていた、お代理かわいすぎわらとは私の町、かっこ部屋に遊びに来てほしい。海鮮バーベキューをおごりたいけど、トンビたちがほらずっと狙ってるアイドルになってくれたから好きだと伝えられる、好きだ。歌詞改変、脳ぶっ壊れ、やばやばいやつです、ありがとう。海鮮バーベキューか、トンビか、海鮮、あ、俺俺俺ってアピってる、ありがとう。海鮮バーベキューおごってください、ありがとうね、コルチェ、イエイ。届きますように、届きます。では続いて、ハギハギ、ハギハギ、エリちゃんこんばんは。またリミスタでサインを書いてもらえることが嬉しく思います。この話からも嬉しくね、だって、ありがとう。確かにリミスタにね、選抜に入らないとリミスタできないから、こうやって書けることは本当に嬉しい。ありがとうハギハギ、大事にしてね、ありがとう。続いてスーちゃん、スーちゃん、寒さ暑さもやべえ、漢字わからん、これ悲願までと申しますが、暑い日が続いております。いかがお過ごしでしょうか。インフルになった時は箱買いしたカップヌードルニンニク豚骨の際になりました。いいのかそれ、季節の変わり目ですのでお体にご注意ください。ありがとう、食べてくれてるの、カップヌードルニンニク豚骨。悲願、悲願、悲願、ありがとう。インフル治った、私も季節の変わり目だから体調気をつけるね、すっちゃんも気をつけて、ありがとう。ニンニク豚骨たくさん食べてね、ありがとう。続いてとっさん、えりちゃん4作連続の選抜入りおめでとう。選抜のイベント追いかけて全国回るの楽しいです、これからもよろしくありがとう、また追いかけ回してください、私のことをとっさん、
ありがとうさん、イエーイ。家族と楽しんでください。そしてでは、では続いてゆうこ、ゆうこさん、選抜入りおめでとう。劇場公演はもちろん、ソロライブをしたりファッションショーにも出演すると活躍の場が広がり、いろんなところに応援に行けるのが楽しいし嬉しい。魅力ですがずっと応援しています。今後もいいチャレンジ頑張ってください。ありがとう、嬉しい。これからも頑張るね、ゆうこ、見ててください。ありがとう。じゃあ次、天然果実、天果汁、天然果実、表題曲の選抜メンバー入りおめでとう。10月の武道館 3days とも行きます。こうして小田さんを応援できることは本当に嬉しいです。ありがとう。天果汁、天果汁見てる？ね、MVP の時写真撮ったよね、劇場で100。その時天下寺って勝手に天然果実のこと略して天下寺って言ったら結構スルーした。あれおもろかったよ。ありがとう天下寺見てるかな。釣りデイズ楽しもうね。ありがとう翔太、行きます。常に可愛くて綺麗なおだえりやっほ、今日も顔がとても綺麗ですね。目の保養です。これからもおだりが好きな気持ちは上がる一方です。おだりが大好きだ、おだりしかかたーんだって、イエーイ、ありがとうショータ。おだりしかかたんで、これからもよろしくね、ショータ。おだりんりしかかたんだ、おだりしかかたん、イエーイ、ありがとう。ちょっとティッシュに会いに行きますね。では、ただいまです。次は、よしかつさん、よしかつ、神奈川から九州に引っ越して地方民になったら、ライブや劇場に行けなくて今まで通りの応援ができなくなった。だけどできることで推し活してます。遠方に住んでる皆さんの苦労が身に染みて分かりました。お代理が選抜でいることが僕の幸せ選抜でいることが幸せ、いいのかそれ。ありがとうね。でもね、九州に行って確かに会う機会減ったよね。ありがとうね。私も九州に行ったら会いたいです。ありがとうね、よしかつ。では続いて中堅、中堅、サイン会お疲れ様。シングルもテレビ出演リリーリなので、エリちゃんの活躍が見られることを楽しみにしています。リリーの内容はコメント書いてる時点で分かんないけど、ブルー賞で赤い賞のエリちゃんと写真撮ることができたら嬉しいです。ないよないよ赤い賞はね、ないんじゃない、多分。ありがとう、確かに。じゃあ全部来てください、もしあったら。あ、ごめんってなっちゃうから、全部の地へ来て写真撮りましょう。よろしく、中堅、イエーイ。続いてコウコウ、ヤッホー、11月の個別お博士会で動画配信しましょう。友達と一緒に日本へ旅行するのを決めて航空券購入しました。めちゃくちゃ緊張しますけど早く会いたいので、嬉しい。コウコウ来てくれるの、日本に、ありがとう。じゃあ11月個別お博士会で会いましょう。気をつけて日本に来てね。ありがとうね、コウコウ、怖い。では続いてジーリー、おいしょ、エリちゃん選抜を終えた10月にコンサートを見るために日本に行きます。楽しみ、10月にお会いしましょう。ありがとう、僕の充電器、毎日お元気くれました。ありがとう、嬉しいんだけど。コンサート楽しもうね、ジージー。ほらこれこれ、お、ありがとう、充電器いってきた充電器これからも頑張るよ、見ててね。ありがとう。続いてプロスペクト、さっきもプロスペクト、またどこかでお会いしましょうだって、別れ、またどこかでお会いしましょうってきた、別れるの、こちら、ぜひいつでも待ってます。私はプロペス、プロプロスペクト、またどこかでお会いしましょう。ありがとうね、プロスペクト、いつも
では続いて、ひとくまさとる。ひとくまさとる。えりちゃん、大好きです。サイン絶対に大切にするだって。お、ありがとう。絶対大切にしてね、サイン。絶対ですよ。絶対。よろしくお願いします。では、楽しみにしててね。ありがとう。じゃあ続いて、ナッツ。お疲れ様です。小田さん呼びとエリナさん呼び、どちらがいいですかね。個人的にエリちゃんと呼んでみたい。ジレンマですって。じゃあ、チャエリでよろしくお願いします。ナッツ、イエーイ。ジレンマですか。あ、俺だ、俺だ、だって。ありがとう。じゃあ、チャエリでよろしくね。じゃあ続いて、マサミ。今回も選抜入りおめでとう。音楽番組とか全国ファミとかいろいろ楽しみにしてるね、だって。お、楽しみにしててね。全国ファミも待ってるね。ありがとう。明後日はうたコン音楽番組見てね。ありがとう、まさみ。じゃあ続いて、キウイちゃん。キウイちゃん、おだいりちゃんのファンになったばっかりだけど、これから楽しい思い出が作れますように。おだいりちゃんのファン頑張ります。会えるの楽しみにしてます。あー、ありがとう、ありがとう。絶対よろしくも本当に大好きです。数少ない会える機会をよろしくお願いします。よろしくね。キウイ食べたらキウイちゃんのこと思い出すようにするね。ありがとう、キウイちゃん。会おうね。では続いて、湘南マン。湘南マン、おだいりちゃん4作連続選抜入りおめでとう。インスタのコメントに悩むのも恒例になってきて嬉しいよ。でも正直、もっともっともっとおだいりの歌声が聞きたい。俺にとって唯一無二の存在はおだいりな。これからもがっつり応援させていただきます。するだって、ありがとう。これからもがっつり応援してね、湘南マン。湘南遊びに来たいよ。ありがとう。これからもよろしくね。ありがとう。イエイ、いいコメント。では続いて、エリナ。エリナ、エリナ、よいしょ。エリナ、同じ名前です。4作連続選抜おめでとう。可愛くて美しくて鳴声が好きなエリちゃんが、素敵なエリちゃんが大好きです。これからもエリナ同盟でよろしくね、だって。エリナ同盟、同じ名前、ありがとうね、エリナちゃん。これからもたくさん楽しいお守りでいっぱい作ろうね。私や、だってそう、あなたです。エリナ同盟よろしくね。ありがとう、エリナちゃん。エリナよりでは続いて、アイちゃん。エリナちゃん、選抜おめでとうございます。前作のオンラインお話し会で初めてお話しして、8月の稽古でリアルエリナちゃんに初めて会えて幸せでした。本作もないんだけど、愛にお話が行くね。いつも優しいです、大好きです。ありがとう、愛ちゃん。嬉しい、稽古で嬉しい。ありがとうね。お話し会待ってるね、愛ちゃん。たくさんいっぱいお話ししようね。ありがとう、ラブ。じゃあ続いて、バスター。バスター、誕生日に楽しいものを見つけた、それがお前だって言ってもらえるような人にって言ってたけど、本当にそれなんです。可愛くて美人なのに、かっこよくて時より初年ポスト出てきて見えて飽きないです。ファンに、12月の冬札幌で待ってるね。風邪ひくなよ、だと。やばい、ゼフありがとう。風邪ひくなよってきた。風邪ひくなよ、逆にそれお返しするぜ。地元で会えるのと嬉しい。12月、札幌寒いと思うけど待ってるね、だって。わ、超防寒していくね。ヒートテック5枚ぐらい着てこっかな。ありがとう、待っててね。続いて、さやまる。さやまる、62枚目シングル選抜おめでとう。アイドルなんかじゃなかったら、活動期間エリちゃんが健康第一で楽しく駆け抜けられますように、いっぱいお話できる日を楽しみにしております。早くゲラゲラ笑って幸せになりたいです。よろしくお願いします。だって、わーい、こまおよー、イエーイありがとう。健康第一でお互いに頑張っていきましょう。早く一緒にゲラゲラ笑おうね、さやまる。ありがとう、こまおよー。では続いて、直樹。
いつもエリちゃんから元気もらって仕事も頑張ってます。これからもずっと応援しているので無理はしすぎず体に気をつけて頑張ってください。大好きです。だってありがとう。まあ、そうだよね、もう26歳だから無理しすぎたら終わっちゃうので自分のペースで頑張っていきたいと思います。ありがとう直樹。イエーイ。続いて鳥居です。そう、もう何回連続だろう。連続選抜におめでとうございます。選抜の仕事をしているエリちゃん見てる、楽しいです。マジ楽しんでくれてる、ありがとう。4回目です、ちなみに選抜連続ありがとう。こうやってねたくさん入れてるのも鳥居の応援のおかげです。これからもよろしくお願いします。ありがとうね。鳥居です。続いてみほ。みほ、今年の夏もエリちゃんにたくさん会いに行けて幸せでした。会いに行ける機会や時間を作ってくれてありがとう。アイドルになってくれてありがとう。これからやってくる秋や冬や春も大好きなエリちゃんに会いに行くね。これ一緒に楽しもう、よろしく。いえ、ありがとう。春夏秋冬一緒に過ごして一緒に楽しみましょう。ありがとうね、みほー、ラブー。やば、なんか白立ってんだけど。直樹直樹はキャッスルありがとう。じゃあみんなでお礼よ。直樹ありがキャッスル、ありがとう。なんで、すごい喜ばしい、喜ばしい、すごいリミスタが嬉しい、ありがとう。では続いてミリちゃん。ミリちゃん、エリちゃん選抜おめでとう。 MV のオダグリ最高でした。エリちゃんのショットの大ファンです。ずっとエリちゃんを知っていて良かったと思える存在でいてくれてありがとう。自慢の推しです。ずっとずっと大好きだよ。これからもビッグラブだって。ありがとうミリちゃん、 MV 見てくれてありがとうね。これからも自慢の推しでいられるように精一杯頑張ります。ありがとうミリちゃん、ビッグラブ、イエイ、ありがとう。続いてトール。トール、選抜おめでとう。今年の夏はお題リサイタルに始まり、フェスではエリナ様がセンターの曲を見る機会が多かった幸せな夏でした。どのイベントで見ても可愛すぎて意味が分かりませんが、とにかくありがとう。だってありがとう。可愛いとか本当かよ、ありがとう、嬉しい。どのイベントもね頑張って見てくれてありがとう。これからも幸せな、あ、夏だけ幸せじゃなくて秋も冬も春も全部幸せにできたらなと思います。ありがとうトール。じゃあ続いてゆいちゃん。ゆいちゃん、8月の福岡ファンミで会えて写真撮ったりできてすごく嬉しかった。もうすぐテストがあったりでいろいろ大変だけどエリちゃんのおかげでいつも頑張れてます。本当にありがとう、大好きです。だってありがとう。テスト頑張って、いいなテスト、いいなテスト、いいな。確かにファン写真できたりして楽しかったね。また福岡とか行きたいな。福岡待っててね。ありがとうゆいちゃん、これからも勉強とか応援してるね。ありがとうゆいちゃん、ね、あ、ゆいちゃん発見。続いてまあえりちゃんさっきフリーだって。今作も全国ファンミあるの嬉しい。7月大阪ファンミからお代理サイドの人とかマジで最高の人の思い出になったよ。来年の年明け大阪で明けおめ入れるのいいな、楽しみ。森の宮ピロティで待ってるで。だって、お、また森の宮ピア、ピラ、ピロティやん、楽しみ。まあよろしく大阪、頼むよ楽しもうね。ありがとう、まあピロティで待ってます。続いてブルーグラスイーツ。お、最後の S ちょっと文字制限であれだわ。コメントの入力忘れてた。エリちゃんの歌声が続き次のお題サイトル待ってます。ここでコメント書いてありがとう。ここの最後の S は自分で書いといてください。ありがとうね、ブルーグラスイーズ。代理サイタル頑張るね。また会ったら。ありがとう、ブルーグラスイーズ。続いて、イーカちゃん。イーカちゃん。7月のオンラインお話し会とても楽しかった。今回もうすぐ来る10月の分も楽しみにしています。この3ヶ月間ウィバースで言いたいことたくさん送ったが、今回はやっとオンラインで面と向かって話せるようになった。エリちゃん大好きイーカよりね。ウィバースいっぱいコメントくれるよね、メッセージ全部見てるからね。ね、確かにオンラインで、確かに楽しみ、早く話そうね。イーカちゃん楽しみにしてるね、いつもありがとう、イエーイ、ラブ。
続いて国分、国分、えりちゃん4作連続おめでとう。4作連続すごいね、しみしみしちゃう。これからの活躍も楽しみだよ、応援してるね。あと最近は野球に興味持ってくれて嬉しいよ。栄冠ナインはどう、楽しい、さすがにメンテ終わったよね、やってえ、メンテ終わった、え、昨日やってないの、だからやりたい。でもドボンもハマってるし、そうだね、野球面白いよ、野球面白いよってか、野球、今日も高校野球ニュースで見た、慶応が負けちゃいました。でも応援してますから、奈良県の球児を。ということでね、また野球の話しましょうね、国分ありがとう。続いて池田裕二、池田裕二、えりちゃんもう代理サイタルが恋しくなってます、来年は地元でやる PS AKB 紅白復活しないかな、だって、確かにAKB 紅白やりたい、あれめっちゃ楽しかった、なんか普段とさ違う AKB って感じでやりたいね、お便りされたらもまたやりたいです、ありがとう池田裕二、これからもよろしくね、イエイ。続いて里のり、お、いますよ、だって見てる、里のり選抜おめでとう、またこうやってお祝いできて嬉しいです、これからも応援し続けますので、エリちゃんらしく活動してください、体に気をつけてね、いつもありがとう、さっきもありがとう、さとのり、さとのりも体には気をつけてね、また、あ、見てます、だって見てる、ありがとう、また話そうね、ありがとうさとのり、イエイ、ありがとう。続いてなおなお、なおなお、お題にされたら最高でした、最高のツーリーになりました、次は お話し会練習を始めました、緊張してますテクニックお話し会練習、握手会練習じゃないの、握手会もね楽しみにしてます、絶対喋ろうね、なおなお楽しみ、ありがとね、ラブラブ。続いてお花、お花、背景おだいりなさんも今作も選抜入りおめでとう、最近なぜか配信見られてないのですが元気ですかなかなか喜んでもらえないことは言えない自分ですが、これからもおだいりにはビッグになって夢を叶えてほしいので応援しています、続きお花、ありがとうお花、見てね配信絶対見ろよありがとう、いやもうほんといるだけで嬉しいです、本当に楽しもうね人生、お花のようにありがとう、これからもよろしくね、イエーイ、お花。では続いて、ごめんなさい落としちゃった、ごめんなさい、落としちゃいました。続いてオモ、エリナちゃん推しになって約5ヶ月、日々の楽しみと頑張る理由の一つになりました、見せてくれるところ全部好きです、いつもありがとう、これからもよろしく、ありがとう、全部好き、マジでありがとう、5ヶ月、じゃあ次5年目指しましょうありがとうね、おも、これからもよろしくね、イエーイ、お、おもの友人ですだって友人が見に来てくれたの、じゃあおもに伝えてね、ありがとう。次ゆうきくん、ゆうきくん、おだいりさんこんばんは、おだいりさんお顔がかわいい、歌がうまい、面白い、三拍子揃って最高です、同じ神奈川県民としてこれからも応援してます、大好きです、お、嬉しい、神奈川県民、どこ、どこ住み、どことか、どこらへん、嬉しい、神奈川県民これからも頑張ろうね、ゆうきくん、ありがとう、イエイ、応援してね、神奈川県仲間。続いてティアナ、ティアナ、好きですだって、あ、告られた、ありがとう、私も、イエーイティアナ、これからもよろしくね、ありがとう。続いてユーナ、ユーナ、お、エリナちゃんの存在にいつも元気もらってます、幸せありがとう、いつも緊張して人見知りしちゃうけど、お悩み話し会と楽しくとても楽しみです、エリナちゃん大好きラブだって、お、イエーイ。でもユーナちゃんいっぱい話せるようになって嬉しい、これからもたくさん話そうね、あ、人見知り直してエリナちゃん仲良くなりたい、え、治ってるよ、これからもよろしくね、ありがとう。続いてユミユミ、
エリちゃんは可愛くて面白くて元気をくれる最高のアイドルです。これからも2人で楽しくやってね、夫婦でこれからも楽しく応援してください。ユミユミ見てるかな、ユミユミラブ、ありがとう、これからもよろしくね。エリちゃん大好きでありがとう。え、こちらもです、ありがとうユミユミ。続いてリュウ、お題リサイタル最高でした、また握手会やるの楽しみにしてます。え、嬉しい、握手会来てくれんの、握手しましょうね。私はビニール手袋してますがありがとねリュウ、またライブ待ったら来てね、ありがとう。続いてサオリ、選抜おめでとう、エリナちゃんを見ると元気と勇気と笑顔が溢れてきます。いつもありがとう、大好きです。私エリナちゃんを好きな気持ちに気づけて幸せだなと思います。エリナちゃんにもたくさんの幸せが訪れますように、ありがとう。もう幸せだ、ありがとう。これからもロマンチックな言葉をたくさん私にかけてください気づいた時には恋でした、ありがとう。恋をしてる今も、ありがとうね、本当にこれからもよろしくね、イエーイ、ありがとう。保養してます、だって。次、アンドローラお代理選抜入りおめでとう、お代理と出会ったことで充実したシニア世代を過ごしています、これからもよろしくお願いします。おシニア代表ありがとう、アンドローラいつもありがとうね。もう金髪、もう金髪にしないから応援してくださいアンドローラ、でもちょっと赤みのある髪型にした。でもまた金髪にしたとしても応援してください、アンドローラ、これからもよろしくね。シニア世代楽しませます、ありがとう。ちょっと続いて黒は連続選抜入りおめでとう、いろんなシーンで活躍するエリナちゃんの歌声が大好きです。やっぱり歌えてエリナが最高です、これからもその素敵な笑顔で、あ、見た、素敵な歌声でエリナちゃん見合い続けてください、ありがとう。マジこれからも魅了するわ、黒はずっと見ててください、ありがとうね黒は。イエイ、見てるかな。続いて安高いつも応援しています、今回の曲もいいですね、 CD だけでなくいろいろな場所で聴くのを楽しみにしています、これからも頑張ってください、ありがとう。曲褒めてくれてありがとう、確かにいろいろな場所でね、音楽番組とかもあるのでお楽しみに、ありがとう。続いてオンオン、オンオンありがとうね、何回もありがとう、いっぱい応募してくれてるよね、タブレイニスタ大事にしてね、これもぜひ送ります、ありがとう。続いて、お、神奈川魂 T シャツの人、神奈川魂 T シャツの人、エリリンの顔面が好きだって、え、嘘、嬉しい嬉しい嬉しいのかな、わかんないけど、ありがとう、これお届けします、これからもこの顔面をたくさん見てください、イエイ、ありがとう。神奈川魂 T シャツ、え、今度来て来て。続いてアスカ、話したいことが山盛りありすぎて来月のお話し会楽しみ、またバカ笑いしましょう、早く会いたい、好きすぎて辛いかも、だって本当にありがとうね、たくさん話そうね、全部聞くね、いやもう本当早く会いたい、で好きすぎて辛いかもだってありがとう、じゃあ来月のお話し会楽しみにしてます、ありがとう、あすかちゃん愛してるってきた、ありがとう。次、みさき、みさきエイナちゃん、いつもありがとう、好きです、早く会いたい、だった、シンプルメッセージ、嬉しい、かわいい、ありがとう、みさきちゃん、
お、会える予定できただって。え、嬉しい。みさきちゃん、これお届けするね。楽しみ。発売日？嘘。嬉しい。楽しみにしてるね。気をつけて来てね。じゃあ朝発売日、あ、しあさってか。しあさってよろしくね。ありがとう、みさきちゃん。次、木口たけし。木口たけし。エリナちゃんがいるから地球に生まれてよかったと思います。ありがとうだって。あ、あら嬉しい。私も地球に生まれてよかったわ。木口さんと同じ地球に生まれて。これからもね、地球でたくさん思い出作っていきましょう。ありがとうね、木口たけし。イエイ。続いて、植えたい。植えたい。7月パシフィコでの初めてのお話し会が良すぎてお題に推し返しかけてます。え、10月のオンラインも行きます。え、嬉しい。誰から誰から推し返しかけてる。じゃあ10月には推し返してもらえるように頑張っちゃおうかな。お題のおかげで全国大会頑張れた。え、嬉しい。ありがとう、頑張ってくれて私のためにありがとう。植えたい、これからもよろしくね。ありがとう。えい。続いて中、選抜おめでとう。無駄さん一回参加できて嬉しい。リンゴヘア可愛すぎます。だって、照れる。リンゴヘアまたするね。じゃあいつか、いつか、マジでいつか、よろしくお願いします。中さんありがとう。あ、間に合った、風邪ひくなよ。だってあーすごい、ゼフありがとう。次の月、夏月。お代理先ぶり、私事で恐縮ですが、あさって私の誕生日です。フラゲビに年を取るの恐れで嬉しいな。これからもお代理が生きる希望ずっと大好きだよ。おめでとう、本当におめでとう。あさっておめでとう、うたこんの日おめでとう、ありがとうって。じゃあうたこんの歌披露の時は、あ、私の誕生日プレゼントだと思って番組見てください。エリナツキありがとうね、おめでとう。続いて白じい。いつも変わるのお題のワールド大好き。願わくばダークネスヒルズ続編見たい。まあ一番はエリちゃんの歌声です。これからも神尾シェリー寮。え、ダークネスヒルズやりたい、また続編。あの舞台はやりたい、楽しかった。カミーラそしたら見に来てね。まあ予定とかないけど、そんな。ありがとう、ありがとうね、白じい。これ大事にしてね。え、続いてあゆ。エリナちゃんに会うときは毎回すごく緊張して手震えてます。お話し会もライブも公演もイベントもドキドキで心臓壊れそうです。握手も無理かもと思ったけど会いたいから行くね。初握手緊張、これからもよろしくお願いします。大好きです。あゆ伝わってますか。ありがとう、あゆ。あゆからの愛は伝わってます。本当にありがとうございます。もう握手会も絶対楽しいから一緒に楽しい時間過ごしましょう。お、お話し会でワンピースの話したい。だってネタバレ禁止ね。じゃあ握手会待ってるね、あゆ。イエーイ。続いて勇気。4シングル連続選抜おめでとう。 AKB メンバーの中でもエリちゃんにしかない魅力をこれからもどんどん発信していってね。ずっと愛してるよ。え、じゃあ勇気がもう私の、え、私にしかない魅力何わかる勇気、答えてね、よろしく頼むよヤッホーってきた。ずっと愛してるよ。だって本当、本当かな。顔面だって、何やそれ。うわありがとう、早く届きますように。続いてめぐみ。改めて4作連続選抜おめでとう。この曲のエリちゃんの美女が好きすぎて狂うほど MV 見てます。マジで可愛い、ボブ大好き。武道館とか当たったらだけど、ファン見仙台とか楽しみ、いろいろあって嬉しいよ。私の生きる活力になってくれてありがとう、大好きだって。嬉しい。ボブ好き。いっぱい MV 見てくれてありがとう、ファン見仙台嬉しい。ぜひ仙台で会いたいね、めぐみ。仙台で待っててね、ありがとう。続いてさとみ。さとちゃん、あ、さとちゃん、お代理こんにちは。お代理が62枚目のシングルも選抜に
なって嬉しいです。本当におめでとう。これからも応援してます。またいつかのお話から会いに行くね。あ、いつかとはだって。いつかとは本当に待ってるよ。あ、私のお題にありがとう。大切します。大好き。さとちゃんありがとね。さとちゃんいつもこの前もあれ私って会い来てくれたよね。じゃよろしくね。これからもありがとう。じゃ続いてダンスマスター達也。え、すごダンスマスター達也。選抜おめでとうエリナ。またダンスの腕を上げたようで、よくってよ。でもあなたならさらに先へ、私と同じ領域まで到達できるわ。限界など超えてしまいなさい。上で待ってるわよエリナ。だっていやダンスマスター達也誰誰すごいキャラクター。嬉しい。上で会いましょう。ダンスマスター達也よろしくね。上で待ち合わせよろしく頼む。見てる見てるかな。ありがとうダンスマスター達也。ライバル。続いてはちゃん。えりちゃん前足に引き続きサインもらいに来ました。覚えてますか。わら前まではなかなか会いに行けなかったけど、これからたくさん話しかも行くし現場に行くから私のことずっと覚えててね。ずっと応援してます。最高に大好きだ。ありがとう嬉しい。はっちゃんね、でたくさん会いに来てくれるの。じゃあそ仲良くなろうね。はっちゃん嬉しい。前作もありがとう。はっちゃんこれもねぜひ大事にしてね。じゃあまた会いましょう。はっちゃんありがとう。続いてていちゃん。今年の夏はエリちゃんとたくさん会えて本当に楽しくて一生この夏はするない。素敵な夏の思い出ありがとう。秋も冬もよろしくね。また夏休みの余韻に立っているのに、なんと明日は中間試験。時早い。できなすぎて泣きそう。エリちゃん助けて。だって私は助けられませんけれども、ていちゃん応援してます。勉強はね自分の力でなんとかしようということで、まあでも頑張って、できるできる。エリエリおー、テイちゃん、ありがとうね。では続いて、ちだちゃん。いつも応援してくれる、あ、いつも応援してるからね。年内のライブ、ソロかっこよかったよ。これからも頑張ってね。ありがとう、テイちゃん。テイちゃんじゃない、ちだちゃん。ちゃん続き。ありがとう、メンナインのライブね。そう、弱虫けむし歌った。ありがとうね、ちだちゃん。これからもよろしく、ちだちゃん。ありがとう、おだちだ。じゃあ続いて、ゆりえ。ゆりえ、はい、ニンニク豚骨買って職場で配ったらみんな食べてくれたよ。ニンニク豚骨大好き。え、嬉しい。あれ食べてくれたの嬉しい。ニンニク豚骨ね、私もまだいっぱい家にあるのでいっぱい消費していこうね、ゆりえ。職場の人にもね渡してくれてありがとう。布教活動これからもよろしくね、ゆりえりな。サンクス。続いてミミちゃん。ミミちゃん、エリちゃんの選抜サイン3つ目だ。え、嬉しい。エスパノサファミでは夢のエイトポーズで一緒に写真撮ってもらって初めてお話できて本当に楽しかった。お代理されたらもエリちゃんの歌声頼んできて幸せ空間すぎた。ラーメン好きなエリちゃんが大好きだって。え、嬉しい。ありがとうミミちゃん。ありがとう。ラーメン大好きだよラーメン好きなエリちゃん大好き。嬉しい。これからもよろしくね。3つ目、あ、エリちゃんありがとう。エリちゃんポーズ大好き。会いたいよだって。会いたい。私もまた会えますように。リミちゃんありがとう。では続いてキヨ。キヨキヨ応援してますって。おークール。キヨありがとう。これからも応援よろしくね。ありがとうキヨ、応援ありがとう。キヨキヨ。では続いて献血マニア。画数が多くて申し訳ございませんだって。おお、献血マニア、ありがとう。献血献血ありがとう。いつも献血ね、でも本当偉い。献血、私も献血したことないからしたいです、
でも自分の気とか感じるとね、そう気がねパーってなっちゃうから、でもいつか献血はしてみたいです。献血マニア本当にありがとう。えい、お、コメント見てますよ。お、ぜひ俺だ俺だアピールしてください。続いて小次郎、中国からのファンです。エリナちゃんの笑顔大好きです。チーム8目のメンバーいるから今の AKB がもっと好きになる、そしてずっと応援してます。だってありがとう中国、おあいにはおシェシェ、ありがとう小次郎、中国行きたい。チームエイトのメンバーがいるから今の AKB もっと好きになる、だってね。チームエイトね今活動休止中だけど、これからもエイトのメンバーはちょっとごひいきによろしくお願いします。ありがとうね小次郎。では次ラーメン、ラーメン、あラーメン、おだりなちゃんとラーメン食べたい2023、卒業したらラーメン屋のバイト辞めちゃうからラーメン食べる機会減るって考えたら悲しい。これからもラーメン好き同士ラーメントークしていきたいです。ラーメンもえりなちゃんも大好きだって。おラーメンそのラーメン屋さんでのバイトね、いつもお疲れ、想像できない。でもあんななんか可愛い子がラーメン屋さんでバイトってね、嬉しい、ありがとうね。これからもいっぱいラーメントークしようね。ラーメンありがとう、バイト頑張れ。続いてえいちゃん、エリちゃんの楽しい配信やポジティブなところを見ると自分もポジティブで元気になります。いつもありがとう。エリちゃんを応援しているんじゃなくて自分が応援されている気分です。お刺激が短いのにイベントの見送りで名前を呼んでくれたの嬉しすぎた、だってもう一生忘れませんよマジで。エリちゃん応援してます、実際に普通にエリちゃんのことそう応援してるんじゃなくて自分が応援してくれている気分です。それ合ってます。エリちゃんのことマジ応援してますからこれからも応援しつつ応援されつつでよろしくお願いします。ありがとう。続いてハル、エリちゃんアイドルなんかじゃなかったら選抜おめでとう。 MV の赤い人のエリちゃん美しすぎて見惚れちゃって、何回 MV 見てたら7号終わっちゃって寂しいけど、いろんな SNS の講師ありがとう。 SNS 忙しいけどエリな風邪ひくのやだって、ありがとう。風邪ひくなよ、こっちのセリフだぜハル。 MV たくさん見てね、ありがとう。 SNS もね7号もなくなっちゃったけど他の SNS で楽しめたらなって思います。ありがとうハル。よいしょ、残れない、よし。続いてマロ、マロ、マロはコメントなしということで、ありがとうマロ。どこのマロだ、見てるかなマロ、ありがとうマロ、このマロありがとうね。早くマロのとこに届きますよね。あ、メッセージ忘れた、サイン大事にする、握手会行きますだって。え、嬉しい、じゃあ俺がマロだ、ワイがマロやで、よろしくね、ありがとう。くるみん、次、エリちゃんを応援する日々は刺激的、まるでジェットコースターのようですし、毎日顔伏せてくれて日々の疲れも吹き飛びます。アイドルになってくれてありがとうって、こちらこそありがとう。くるりん、こちらこそオタクになってくれてありがとう。ジェットコースター、これからもジェットコースターでいるねジェットコースターの日々を過ごしましょう、ともに。ありがとう、あって観覧車の一回、ありがとう。くるるくるるじゃない、くるみになっちゃったくるりん、ありがとう。次ピロ、大好き、かっこいろいろ考えたけどまとまりませんでした、だってありがとうピロ、大好きだけでとても嬉しいです、ありがとうピロ、ラブ。続いて哲弘、エリちゃんが選抜に連続で選ばれて嬉しい、ニンニク豚骨食べたよ、タンタン美味しかった、いつも癒しをくれてありがとう、大好きだって。タンタンまだ食べてない、タンタンもね食べようかなと思ったけど食べなかった、まだ食べてない。ニンニク豚骨食べてくれてありがとう、美味しいよね、これからも食べようね、いっぱい、ありがとう哲弘、これからもよろしくね、イエイ。続いてセイカ、セイカ、セイカ、ここ最近仕事が忙しくて泣きそうです、でも今回のシングル期間もお話し会だったりファミだったりたくさん行けそうなので頑張ります、いつも本当にありがとう、好きです。ね、忙しそう、でもありがとう、いつも
忙しい中でも私のことを思ってくれてありがとう。仕事中だけど頑張れてますね。仕事頑張ってね、成果応援してる。休めるときはゆっくり休んでね。ありがとう。では次、プチダンディ。プチダンディ、あ、メッセージなしだ。プチダンディ、でもありがとう、いつも。あ、プチダンディコメント入れ忘れた、泣きだってありがとう。これプチダンディのとこに早く届きますように。いつもありがとうね、プチダンディ、イエイ、大好きだって私も。次、ごめん先生、さっきコメントが全部消されてた、ごめん先生だ。改めて4作連続で選ばれておめでとう。リンゴヘアと衣装がめっちゃ好き。振りも好きだけど首の振りを真似していたのでなぜか痛くなっちゃった、だってそう、あれはね、普段から体を鍛えてダンスしないとできないですごめん先生ありがとう。リンゴヘアまたするね、ありがとう。続いて、なあちゃん、なあちゃん、最近好きになりました。これからたくさん会いに行きたいです。一人じゃ寂しいので福祉会はバーバを連れて参戦します。楽しみです、かわいい。なあちゃんありがとう。初リリースだ、幸せです。体調気をつけて頑張ってください。ありがとう、バーバ連れてきてくれるの嬉しい。ありがとう、好きになってくれて。これからもよろしくね。ありがとう、なあちゃん。続いて、しのびん、しのびん、小田さん元気ですか。なかなか会いに行けないけど応援してますよ。エリエリオーだって。元気よ、しのびんは元気か全然もういつも感じてますよ、しのびんからの愛をテレパシーで。これからもよろしくね、しのびん、ありがとう。では続いて、もんたろう、もんたろう、よいしょ。お題リサイタル、自分の知らない曲を知ることができたり、好きな曲が小田さんの声で聴けて嬉しかった。以前舞台で見たことがある会場だったので感慨深かったです。初めてお見かけした時からずっと大好きです。これからもよろしくだって。お、ありがとう。嬉しい。初めてお見かけした時から。いつ初めてお見かけしたんだろう。今度教えてね。ありがとう、モンタロウ。好き好きクラブだって。ありがとう、モンタロウ。嬉しい。続いて、日野と。ひのとう、MV 最初のラグビーは最高です。いつかぜひ台湾遊びに来てください。行きたい、めっちゃ行きたいわ。ということで、お、ひのとう会いたいですだって。ありがとう、私も会いたい。ありがとね、いつもひのとう、これからもよろしくね。ラグビー、確かに MV おラグビーだもんね。イエイ、ありがとう。続いて、いくどん、いくどん、いくどん、小田さん、いつも元気を届けて、あ、そして笑顔を届けてくれてありがとう。これからも選抜でいてくださいだって。そんな、応援していますだって。いくどん、いつも最高です、感謝しかって。ありがとうね、これからもよろしく。これ届くの楽しみにしててね、ありがとう。続いて、原健、お代理お疲れ様、選抜おめでとう。4作連続だね、心底嬉しく思うし、ますますの活躍の期待に高まってるよ。あと MV に歌い出しでいきなり来たのがめっちゃ湧いたし嬉しかった。これからも応援してますだって。ありがとう、原健、確か4作連続、本当にありがとうございます。たくさんミュージックビデオ見てね、原健、いつもありがとう。イエイ。では続いて、シオン、
ックラブ。じゃあこれもぜひ大事にしてください。シオン、いつもいろいろなものをね私に与えてくれてありがとう。大事に飾ってね。ありがとう、ビッグラブ。では次ヒロチュー。ヒロチュー、こんばんわかめぶんぶんぶん、お題にまたまた綺麗だよ。だってなんやこれすごい、どういう状況で書いたん。こんばんわかめぶんぶんぶん、お題にまたまた綺麗って酔ってたんかな。お題だけが大好きだって。いや嘘です、これは。ありがとうございます。いいんですよ、いつもね好きで言ってくれてありがとう。ひろちゅ、これからもよろしくね。こんばんわかめぶんぶんぶんよいしょ。では次ユージ。ユージ。お題リサイタル次こそ行きたい、楽しみにしてます。エリエリオだって、ぜひ来てよユージ。次会ったらぜひお待ちしております。ありがとうユージ。イエーイ。じゃあ続いててっちゃん。てっちゃん、武道館コンサート3公演すべて見に行くよ。握手会も全日で会いに行くよ。またスケッチブック持っていくね。これからもずっと応援してるよ。だって、え、ありがとう。楽しみにしてるね。3日間全部楽しみましょう。てっちゃんありがとう。イエイ。これからもずっと応援してくれるね、 してるよっていう言葉とても嬉しいですね。続いてわたあめ。選抜おめでとう。髪型も相まって MV の赤い衣装めちゃくちゃ似合ってましたね。インスタに上げてた振り向きざまのお題すごい良かったです。ショールームまいちゃありがとう。いつもおもろかいって癒されてます。インスタ見てくれてんの、ありがとう、ね、昨日でもできなかったけど本当にありがとう。いつも癒してるみたいですいません。なんかありがとう、たくさん MV 見てね。わたあめこれからもよろしくね。ありがとう。続いてイセッチ。お、小田さんこんばんは。全然お話し会とか参加できてないですが変わらずずっと応援しています。季節の変わり目は体調に気をつけてね。ありがとう。伊勢っちも気をつけてね、本当に体調忙しいと思うから。でも伊勢っちも頑張ってるって思ったら私も頑張れます。ありがとう、いつもありがとう。こんな私を応援してくれて本当にありがとう。伊勢っち、イエーイ。続いて清水勝。コメントないや。清水まさるっち、ありがとうございます。これ届くの楽しみにしてね。まさるん、イエイ、まさる清水まさる。では続いてタット。4作連続の選抜おめでとう。いつもエリちゃんの活動や面白すぎる配信で元気もらってます。お題サイタル3回目で見に来てマジ最高でした。4回目も期待しています。だって嬉しい、ね、4回目もねできたらいいなって思ってます。そしたらぜひ来てね。タットありがとう。タットイエイ。じゃあ続いて米粒。62枚目シングル選抜おめでとう。選抜として音楽番組で活躍している姿を見れるのがすごく嬉しいです。お題がいるから僕は毎日生きてくれます。ありがとう。いつだってお題のことが好きだ。あ、こっちはちゃんとコメントある。ありがとう、本当ありがとう。じゃあこれからも毎日生かしていけるように私も頑張りますありがとう、これからもよろしくね。ありがとう米粒、イエーイ。次、みつき。えり
ちゃんこんばんは。今日もありがとう。読まなくてもいいんですけど、ちょっとしんどいなった時にいつでも見返せるように元気ください。そしてこれからも頑張ります。頑張りたいです。イエイ。だって、おみつきちゃん、みつきちゃんにはこれからしんどいことが起こりませんので、もうそういうのは必要ないです。ということでね、これからも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうみつきちゃん、イエイ。大好きだよ。だって嬉しい、伝わってますよ。では続いてマッカーシー、お便りこんにちは。いつも応援しています。4月のお便りサイトで生のお便りを見れて嬉しかった。間近で見たら可愛すぎた。4回目の解散待ってるね。あ、武道館も行くよ。だって嬉しい。武道館待ってるよ。ありがとうね、いつもありがとね。これからもぜひよろしく。ありがとう、トマト。だってトマト、トマト、ありがとう。じゃあ武道館か、次会えるの。よろしくね。ありがとう、マカシー、イエイ。続いてなりぞう、なりぞう初サイン会です。お便りリサイタルも初参加しました。マリアとの YK 絆は永遠だ。だってマリア元気かな。マリアと高いお寿司食べたいって言っといて。なりぞう、ありがとう。なりぞう、これからも YK よろしくね。ありがとう。続いてペニー、ペニー、エリちゃん選抜おめでとう。同い年のエリちゃんが頑張っている姿を見ると私も頑張れる。よく考えたら自分が思った以上にエリちゃんのことが好きだな。いつもありがとう。ずっと応援してます。大好きだよ。だってありがとう、ペニー。同い年、これからもよろしくね。同い年、嬉しい。これからも頑張ります。ありがとう、エリエリ、おーペニー、イエイ。はい、ということで終わりました。私は全部終わった。もう全員分終わったので、皆さんリミスタの応募たくさんありがとうございました。本当に、まあね、発売日は明後日なので、あ、間違えた、明後日か。ぜひ発売も、ぜひ楽しみにしていてください。ぜひリミスタ応募してくださった皆さん、届くの楽しみにしていてください。イエイ。ということで、じゃあこれと光っちゃう、ね、顔違うかな。イエーイ。はい、ということで皆さん、発売日にはお渡し会じゃないや、お見送り会もあるので、ぜひ来れる方は待ってます。ありがとう。ということで、じゃあ配信は終わりたいと思います。ありがとう、見てくれて。ではバイバイ、イエーイ。